こんにちは。冬波です。今日からこれが6人のリアルになりました。よろしくお願いします。僕のデッキは前回と同じです。そろそろ違うデッキ使いたいな。お相手のデッキ確認。おお、若き王の手腕ですね。デッキへの愛を感じます。英傑使い同士、負けるわけにはいきませんね。ひょっとして、おかしなことをするのか？戦場では何でもありなんだよ。ぐへへ。対戦、よろしくお願いします。すぐ力同じ、高齢化は大体同じということで、立ち回りの優劣で勝敗が決すると思われます。ひとまず、この復兵は5体以外で踏んでほしいところです。ここ、左で草加ちゃんが尊敬に撃たれているんですよね。全然気づきませんでした。槍を片方左にやっておけばよかったですね。まあ悪いのは尊敬なので、気にしません。復兵を全然組んでくれませんね。こちらも孫子に当てたくて必死です。いや、もうここはどっちでもいいから当てておけって。これ以上具体差を作りたくないので、槍兵は一旦帰ります。尊敬、これでも食らえ。当たらないんかい。お相手としては、孫策では踏みたくないはずなので、ラインを上げられずに済んでいますね。戦線が整うまで隠しておくのもありかな。ここで少し雑談。前にゴートップランカーの配信で、上手くなるコツ一つだけ、という質問に対して、すべてのカードを動かそうとしない、とおっしゃっていたんですよ。動かすべきカードをしっかり動かす、ということですね。僕ってそれが本当にできていなくて、これ以上勝つためには、根底にあるプレイ根性から、変えていかないといけないと感じています。優勢になったので号令。乱世を滑る時は今、そう猛徳に続け。ここで一番嫌なのは家庭です。曹操と曹仁が大きく削られてしまいます。あ、そっちなら大丈夫。私にだって、後のためにできることはあるはず。息の同型は号令。武力と制圧力が上がりますが、効果時間が長いだけでパワーはこちらが上です。尊敬の契約を重ねられる前に押し潰しましょう。プレイ中の僕は、割といい流れだなと思っていたのですが、実はそうでもありません。というのも、お相手の守りが上手なんですよ。こちらの契約が切れるまで、最低限の被害で抑える立ち回り、効果時間の長さを存分に活かしています。ボールを切らされてしまいました。この狙いはわかります。このまま尊敬の若き王の手腕を重ねて、僕の舞台を蹴散らし、ゲームエンドということでしょう。だが、そうはさせんと。無情なる世に、未来の歌を紡ぐ。と、封印を決めてやったと思っていますが、曹仁が起きたのは普通に痛いです。これ、黄色までいかないんじゃないかな。うまいですね。僕はもうすべて使ってしまったので、生半可な成果ではそのままゲームエンドです。ダメ、なの。さっきからこの越し方をしてないな。敵を阻もう。まだ動きなの。うん、再演撤退。もう限界ですね。これ以上は本当にゲームが終わります。上昇、なんとか逃げてください。まあ無理だよね。そしてここでお相手の防御発動、やや不思議なタイミングですね。強引にでも足並みを揃えたかったのでしょうか。お相手の引きは12まで溜まっています。これをやっている時に思ったのですが、封印契約って、序盤で使う時は要注意ですね。特に再演のものは大型なので、中盤以降の引き差が辛いです。使うならゲーム全体を見据えた発動が必須で、僕の場合は簡単に使いすぎだと思います。お相手、契約発動、号令だと思いますが、どちらを使うでしょうか。ついに対象が来たか。今、我らは猛虎と勝つ。
めっちゃかっこいいですね。若き王の手腕、僕これ大好きなんです。ゴテク目なら絶対三剣熟読みたいですね。劣勢をもらえたので、無念のハローで守ります。優遇込みでなんとかなるかもしれません。上昇が復活するまで待機。上手い人ならしっかり守るのですが、僕は舞台撤退が怖いので素直に待ちます。今こそ釉薬の時。よし、釉薬の時来たり、全員出陣だ。燃えろ。始めましょう。とっておきの時間を。上昇、お願いします。乱世を滑る時は今。そう猛徳に続け。ここ、家計が怖かったのですが、誤算は前にいるので大丈夫ですね。お前かーい。この命燃え尽きるとも、勝利をつかみ取る。ここで青ということは、もうここで決める気ですね。やべえ、突撃してくるぞ。総員、退避。危ねえ。燃えろ。あ、でも手腕の効果が消えてますね。孫策は契約効果で撤退するので、ここを制すればカウンターできそうです。避けろ総人、無理だよね。乱世の封印時は超絶強化。青を選ぶと一気に強くなりますが、終了後撤退します。契約が切れるまでは手をつけられません。ひとまず放っておいて、端から上がりましょう。ヘリスリー、でも撤退してくれました。あと16カウント、お相手には式がありません。これは勝ちですね。迎撃は回避。もう部隊もいないので全員向上します。先はもういいや。はい、逆転しました。ここから何も起こらないので早送りします。お相手の守りが上手くて、かなり苦しい戦いでしたが、最後はこちらの守りが上手く通してくれました。グレンの波動の強みが出たと思います。ただ、塗ってもらえなくて苦しい時もあるので、覇者の求心が恋しい時もありますね。対戦、ありがとうございました。6陣に上がったということで、新しいデッキも模索中です。ただ、勝てなくなったらこのデッキを使います。ご視聴、ありがとうございました。